はい、皆さんこんにちは、こぎながチャンネルです。今日ね、3本撮りしててね、実は昨日の番組撮った時、言いたい放題撮らない時、白鵬の話はちょっと止まっちゃったんだよ。言い切れなかった。だからこれだけ先にちょっとだけ言いたいんだけど、白鵬ってね、昔ちゃんと大相撲の中継の時に口で、例えば君が歌わなかったっていう疑惑なんだよ、実は。これね、でも NHK もどこも報道しないんだけど、そんなことしちゃったら大変なことになるから、で、彼はやっぱりほらまだ日本に帰化してないし、帰化するつもりもねえんじゃないかと、分かんないけど、まあしょうがないよな。俺だってやっぱりその誇りがあればその国なんだよ、まあそんな話もあってね、今回はいろんなお悩みがあるから、そのね、 YouTube を使って、またいろいろ使って、僕はその人生相談の話をね、してる関係も含めて、うつの話とかいろんな話もあるんだ、そのね、細かなね、そんなエピソードを話していきたいと思いますね。師弟関係問題もありました、いろんなことね、あの、何でも相談してください。答えるとは限りませんが、できる限り誠実に僕はやっていこうと思っております。よろしいですか。はい、それではこじながチャンネルよろしくどうぞ。でね、これはまあ個人名が入るから軽く最初お話したいんだけど、まあ、最近ネットで見ててよく思ったのは、その師弟関係で揉めちゃったとかさ、ね、それとか、まあ、他はまあそういう政治絡みとかいっぱいあったりとか、鬱ですとか、ね、やっぱりあるんだよ。でね、やっぱりそういうのをね、見て思う。だから、そしてね、なんか本当に困ったこととか心配事、プロマイスターになりたいかとか、それも含めてあったら、連絡してくれよと。話し相手になると、俺って結構そういうの時間割く男だから、面倒見がいいからね。まあね、それでね、まあ、ある男の子と一緒に随分電話したんだ、ね、はい、でやっぱり結論から言うと、なんだろう、やっぱりね、ちゃんと相談できる相手持てって、日本でもアメリカでも、そういうことなんだ。で、俺はアメリカだったら相談できるけど、で、俺にこう言われたって言えば誰も文句言えないから、文句言ったら別に俺がちゃんと文句に立ち向かってあげるから、ね、まあ、まだしばらくは大丈夫だろうけどね、そういうことも含めて、我慢なさいということで、ね、まあ、2月に来るっていうんで、アメリカもね、はい、それ誰とは言いませんよ、はい、誰か分かっててもね、言わない、はいはい、本人のためですから、はい、さあ、そういうことでね、例えばその人生相談とかそういうことも、やっぱりね、悩んでるだけじゃどうしようもないから、ね、自分が動かなきゃいけないっていうのはあるんだよね、で、僕はね、この話をするとき必ず韓国の問題とか、またあの、そういう話になっちゃうんだけど、やっぱりこれある女性のね、あのマジシャンが、その今韓国ってどうなのって話が出たんだ。だからそれ俺ね、やっぱりちょっと書き込んじゃって、じゃあ年末に飲もうよって話で、だって韓国飲み会やろうかなと思って。韓国飲み会、そうそう。だから僕はね、言いたいのは、綺麗事を言う人ってね、とっても嫌なんだよね。例えば、いや、例えばさ、なんだろう、日本人の大半はね、いい人かもしれないけど、政府が悪いとか、ね、日本人は大半良くないよ、悪いやつもいるんだよ、日本人にも、だからそういうようなおざなりな言い方をするってことが、すごく良くないと思う。中身がないのはね、日本人のいいとこもあれば悪いとこもあることは事実で、韓国人のいいとこもあれば悪いとこもあることも事実なんだよ、だからその割合がどうかってことを考えた時、日本にとって韓国が、ね、ポジティブにいいところとネガティブ悪いところがあるってことは事実、でただ韓国の政府ってもの自体は反日で作ってるからしょうがないね。ムン・ジェインが、まあ、これもこっちの方で知った情報なんだけど、トランプ大統領に日本との同盟を切ってくれって言ったって。あ、じゃあ切りますよ、だからトランプ怒っちゃったらしいんだけど、切ります切ります、なんでこんな時そんな話してるんだと、ね、それではトランプもその後もその韓国のことがすごく嫌いになったってことはっきり言って、もう二度と行かないって。だからエアフォースワンの中で寝ちゃったの。そう、報道しないよね、日本ってね、よっぽどもうアメリカはほらトランプの国だから、当たり前だけど、トランプが嫌われてても韓国の方がどれだけ嫌だかってことをはっきり言ってくれるから、で、はっきり言って、これ何度も言ってるけど、この話をしようと思って、これも何度もしたんだけど、韓国人の一般国民は日本人嫌いです、そうね、そう、好きですってのは嘘。ね、表面上はそういうふうに見せてるけど、で、みゆちゃんでもこの間韓国のクリスマスパーティーじゃ、何なの、ハロウィンパーティーじゃ、何だっけ、ファンドレイジングパーティーっていうの、それに行ってきたんだよね、でショーやったんだけど、その時はそういうこと感じないでしょ、感じない、でも主催韓国なんだよね、あれね、そうだね、でもそうやってパーティーなんかでゲストで呼んでくれてやるのはいいんだけど、学校の関係だからね、だけど現実的には韓国国民は日本人に対するすごい劣等意識とものすごくあってダメだね、深くは付き合わない方がいいと思う、そう、表面の、だから僕らは分かっていればいいだけのことなんで、だから日本人ってさ、おだてらすぐ乗ってさ、韓国人いい人だよってやっちゃう、いや深くは無理だね、だ韓国行かないことね、サンフランシスコはもう姉妹都市じゃない、大阪、ね、大阪がそれでも続けるってんだったら、ね、我々は大阪と断絶するってのが一番いいと思う、
そうだよね、うん、ねえ、まあでもね、そのね、韓国の問題っていうのはまあいっぱい今でもたくさんあってさ、うん、もう本当に、あとね、もう一つ言いたかったことの、韓国は韓国、竹島の問題もあってね、うん、あの全部歴史的なことを調べると、竹島も尖閣諸島もあの全部日本の領土だったことは事実なんだよ。だってあの当時日本が一番強い国だったんだから。そうだよ、ね、だからその時支配してて当たり前なの、うん、でその後アメリカがね、うん、あれしたわけだから、出る幕ね。だから竹島も尖閣諸島も二度、うん、あの一度も韓国の領土とか中国の領土だったことない。なれなかったよね。で台湾のその文書がね、あの要するにさ、あの台湾の一部だったっていうのがどうも違う島だったってこともバレちゃって、うん、あもう、うん、でもね、そんな関係ないの。国力の強いところが土地は取るの、うん、だから例えばさ、あの日本なんかのさ固有の領土だって言ってるさ、例えば北の北海道のね、あそこだっての島たちだって、うん、ロシアが戦争で取ったんだから、もうどうしようもないのよ。文句言えないの、ね、うん、だからそれをね、我々は言うのはいいけど、それでロシア人に怒ったらしょうがない。それだってあそこ共同開発してね、うん、北朝鮮の人間入っちゃってるんだから、入植してるんだから、うん、うまいことやらなきゃいけない。だから北朝鮮 の、 その労働者が入ってること自体とか、町があったり、もう完全に北朝鮮 の、 あの国みたいになっちゃってるんだけど、それを踏まえた上でやればいい。だからもう慰安婦問題もそうだね、ポジネガで考えるんだね、うん、だからただ単に喧嘩売って返せったって返ってこないから、北朝鮮から。でももう絶対もう捨てないし、当然ね、核なんて当たり前だよね。捨てたらアメリカが滅ぼすから、次の文句言って。だから韓国がね、韓国じゃない、北朝鮮が、じゃあ俺ミサイルやめますよ開発って言ったら、じゃあ今度捨ててくれ。やめるわけないでしょ。でもやめるって言ったとするよ。そしたらじゃあ今度核を捨てろと。じゃあ捨てたとするよ。じゃあ今度拉致返せと、うんうん、そうしないと経済制裁やらないよ。そのうちキムをやめさせろ、ね、うん、で結局韓国は滅ぼされるの、不正になるよ。なっちゃう、ね、あ韓国じゃない、まあ、韓国滅ぼされてからいいんだけど、うん、北朝鮮はそれ滅ぼされない。だから北朝鮮は全部潜水艦にミサイル配備して、アメリカもどこももう狙えるようにハワイ沖まで潜水艦を送り込んでんだよ。でさ、うん、あれ北朝鮮ってさ、うん、味方が多いからさ、友達多いからさ、だから一つ言い方なんだけど、ね、こんなこと報道にならないけど、うん、北朝鮮はロシアからの払い下げの源泉を持ってる、原子力潜水艦を持ってると、うん、だから半年から1年以上ずっと海の上で沈んだままいられるってこともあるらしい、ね、だけど北朝鮮の開発したさ、ね、その潜水艦なんてボロいとかいろんなこと言うじゃん、ダメっぽく見せた、見たことあんのかおめえは。この朝日新聞とかさ、毎日新聞って言ったよね、何がポジティブか分からなかったんだけど、いやだから俺なんか考えちゃうとね、うん、その拉致被害者問題ってのはもう無理だから、いないかもしれないし、死んでるかもしれないし、うん、帰ってきたくないんだよ。何十年も経って向こうそっちで生活しちゃってたら、うん、今さらどうしたらいいのに。そうそうそう、だからね、そんなところをなんか人質取り返すみたいなわけの分からないこと話をするんじゃなくて、うん、あのね、やっぱりさ、あの北朝鮮の資源を共同開発して平和条約を結んで、それから平和条約を結ばないんでね、うん、そんなことやって無理だよ、まあ、それをちゃんとやらなきゃいけないなと思った。でね、会計1890っていう映画があって、俺これ見たいっていうのは、うん、まあ、国とのつながりってこれだなと思ったのはトルコね、うん、トルコと日本が昔どういうつながりをやってたかっていうことで、で、まあ、あの実はトルコの船が日本で1890年に難破した時に、あのみんなでそれをさ助けたんだよ。500人死んだんだけど、うん、60何人からが助けて、トルコはそれをずっと感謝してると、ね、その時にずっと感謝してるって、今でも。だからトルコ国民は、あの日本人大好きだったらそこにもあって、ロシアは任したってのもあるけどね、うん、でその後に今度は、1900何年かなにあった、要するにさ、イラクイラン戦争の時に、うん、日本人が200何十人出れなくなった時に、日本からは要するには憲法9条の問題があるから救出できないってこと、うん、だからトルコが全部国を挙げて日本に救出させたってね、それさ、ね、ポジネガなんだよ。学校でそれ見なきゃいけないね、その映画。そうそう、こういう映画。で、見た人はね、素晴らしい映画で泣いたと。だけど、ラブロマンスはいらないと。俺もそういうのあるんだけど、日本って必ず入れなきゃいけないのあるからじゃない。だから、そんなことも含めてね、やっぱり世界の国とか、いろんなこと、まあさっきスタートが何だったっけ、あざつ、あざつけんと、得意、あ、違う、それ前のやつだよ。うん、そう、うん。なんだっけ。忘れちゃったよ。なんかさ、相談に乗るとかいう、相談に乗るの話からあったんだけど、まあ、いろんなこと言ったけどね、ポジネガの話ってのは、ものとの考え方で、一人で考えてもしょうがないし、相談したり話し合ったりするのがいいってことだよね。本当、まあね、中国の問題、中国にも友達いっぱいいる、韓国にもいっぱいいる。だけど、俺は友達のことを言いたい。ね、いいやつ、悪いやつがいます、はっきり言って。うん、だからそれも考えた上で、みんないい人よって、日本人ぐらいだから、悪い人には悪い人、ね、いい人にはいい人の付き合い方をするす、ね、まあ、警戒してないといけない、心は緩めちゃいけない、その通りですね、はい、まあ、ということでもう3本撮りで撮りましたけど、 YouTube がまたね、めんどくさいんで、これからね、大量に先にアップしていろいろやらなきゃいけないかなと思ってますけどね、はい、はい、みんな頑張ってね、マジシャンたちもね、何かあったら相談してください、ね、フィズムなんか
出てないで本当ね、出たらダメなんで、うん、お金持ってないと水は入賞できません、日本人入賞できませんでしたということで、また来週ですね、はい、はい、ということで、それではこちらがチャンネルでした。また来週ありがとうございます。さようなら。どうもコーヒー飲もう。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。